爆笑。この気配は、穏やかなる俺の日常はある圧倒的な存在によって激変した。やめとけと言うべきか、どうせトロだろ、返事など聞いちゃいねえ、すぐに呼び出した。はい、急げ。あー、なんでいつも危険地帯校長、爆発寸前。あー、逃げる前に悪夢がやってくる。早く行くわよ、日常を壊すなよ、俺は普通に怠ける。そうだ、目標とかいいから、どうでもいいから。何言ってるの、普通は偉大だって学んだ自分褒めよう。よくできました。巻き込まれた時はやっぱ諦める。ダメだこれ。黙ってろ。